ウクライナの医者、ロシアの攻撃で病院が約以上壊れた。東京の順天堂大学は、ロシアの攻撃が始まってから、安全に勉強ができなくなったウクライナの医者や学生たち18人のを迎えています。この医者などが18日、 今のウクライナの病院のことを日本の医者などに話す会を大学で開きましたウクライナからオンラインで話した医者は約1以上の病院がロシアの攻撃で壊れました病院で働く人が18人亡くなって300人以上がロシアに捕まっていますと言いましたウクライナから来た医者はロシアの軍がいる 町の病院や大学では勉強することができなくなっていると言いました。医者のオレナ・レステレンコさんは安全なところで勉強ができることが大切で素晴らしいことだと日本の人にもしてほしいです。早くウクライナに戻って日本で習ったことを役に立てたいですと話しました。